はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は8月の14日で水曜日です。空はね、晴れてますね。いや、3日ぐらい前からね、ハツがね、足をね、左足を舐めてるんですよ。それで見てみたらね、なんかね、また出来物みたいなのができてたんですよね。触ってみたら腫れてるんですよね。最初何かに刺されたのかなと思ったんですけど、痛がってはないんですよ。で、普通に階段とかも上り下りするし、全然ね、痛がったりはしてないんですけどね。これどうなるかちょっと心配ですね。ねえ、けいちゃん、ただの虫刺されや出来物なのか、出来物やったらもう検査せなあかんけど、その辺がちょっと全くわからないんでね。で、病院もね、今ね、お盆休みなんですよ、どこも。ほんで救急だけは空いてるんですけど、これが救急かという、救急に行ったところで、まあ、同じなんですよね。そこで細胞検査なんかしないと思うんですけど、とにかく結果ってね、もうそんなすぐ出ないんですよね。細胞の検査とかしないと。まあ、これはどこ行ってもそうなんですけど。だから、この前行った皮膚に強いところの病院に行きたいと思うんですけど、そこがね、休みなんです。お盆休み。まあ、大抵のとこはお盆休みしてると思うんですけど、もうね、考えてもしょうがないんですけど、考えんとこうと思うんですけどね、考えてしまうという。ねえ、けいちゃん、もう考えんとこ。この足のとこをね、ちょっと脱毛してるんですよね。ハズの場合、何かできると脱毛するんですよね。なんか目立つというか。キューちゃんの場合はね、ほとんどわからんかったんですけどね、脱毛なんかあってもないように見えるというか。まあ、とにかくね、病院でね、調べてもらうしかね、わからないんでね。まあ、何を考えても仕方ないんでね、もう考えないようにしときます。という感じです。昨日ね、ほんでね、コーヒーな、もうどうしても我慢できんからね、買いに行ったわけなんですよ。ほんならね、またない、売り切れなんですよ。もう勘弁してほしい、本当に。もうね、違うとこまで買いに行ったんですよ。同じ店の、結構遠いけど。そしたらそこにね、たくさんあったの。本当にたくさんあったの。ほんで僕5本買ったんだよ。ああ、ほんで帰ってよかったと思ってね、帰ってきました。で、お盆休みということでね、もうね、品物がね、すごいいっぱいあるんですよ。惣菜とか肉とか、なんか知らんけど、すごい大量、山のようにあったという感じ。まあ、買ってないけど。買ってないけどね、一応、実家の仏壇に備える、お供え物っていうのかな、ああいうのはちょっと買ったんですけどね。まあ、初のことは心配ですけどね。今日はね、お墓参り行く予定なんです。今日のニュースは、なんかあったかな。あ、一番あれですね。なんかね、芸能人の梅宮アンナさんがね、乳がんになったということを言ってましたね。それがステージがね、3A かなんか、そんなん出てたんですけど、結構進行した形で見つかったようですけど、もう7月のね、終わりに治療を始めたということで、なんかニュースになってましたね。去年もね、お墓参り行ってね、その時に車が壊れたんでね、なんかあるかもしれないんで、ちょっと気をつけたいですね。ねえ、キューちゃん、そういうとね、カレンダーをね、
もう急いでね今選んでるんですけどね、やっとね全部のやつが形になってきたなっていう感じですね。入ったー、今日も入りました。今日も入りました。ここでターンします。はい、くるりんぱ、上手ですね。まず潜ってください。今日はちょっと長いですね。はい、出た。今日は40秒ぐらい入りました。ブレ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 。いやー、これねバラ咲いてるんですよ、こんな感じに。こっちも咲いてたんですけどね、枯れちゃいました。2階に入ってます。こっそり入ってます。今ね庭に水まいてたらね、こっそり2階も入ってました。ハチ、ハチ大丈夫か。ハチ、ちゃんちゃん待ってたー、ちゃんちゃん。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯にちりめんと大根おろしにヨーグルトに納豆です。今日はね久しぶりに魚、ちりめんと大根おろし、ちょっとだけね醤油かけたんですよ。どうでしょう、久しぶりに。うますぎる。今日のちりめんうますぎる。この大根と、はい、ヨーグルト、はい、ヨーグルトも美味しいです。はい、今日もね朝からねごちそうでした。じゅんちゃんはここにいます。ハツはねエアコンの下にいます。キューちゃんはソファにいます。はい、今日はこんな感じです。